皆さんこんにちは。寺脇健の映画を見よう第4回目の放送となります。よろしくお願いします。では、はいはい、よろしくまたいつも通りこの寺脇健さん、そして吉田俊美さん、そして木村和樹の3人でお送りいたします。ではまず初めにお知らせがあります。はい、子どもたちをよろしく、先生、寺脇さんが撮られた映画なんですけれども、そちらが反貧困ネットワーク主催貧困ジャーナリズム大賞の特別賞を受賞いたしました。ありがとうございます。いや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 、ああいうねマイナーな映画は映画の賞は取れないんですけどね、非常に名誉なことだと思います。反貧困ネットワークっていうのは宇都宮健児さんとか雨宮佳林さんとか竹信美恵子さんたちが中心になってやってらっしゃる運動で、2008年ですかね、年越し派遣村っていうのが、これが民主党政権を生む一つの大きなきっかけになった、こんなに困ってる人たちがいるんだということを訴えた反貧困ネットワークというね、そういう問題に取り組んでる文化人ジャーナリスト学者、そういう人たちが集まったものがあって、でそれが私もその存在は知ってたんですけどね、貧困ジャーナリズム大賞ということで、その貧困問題をに鋭く切り込んで、社会にアピールした作品に賞が出てるっていうのは知ってたんですけどね、まさかこういう劇映画がもらえるような性質のものだとは思っていなかったので、大体は、今回もそうですけれども、新聞の特集記事とか、それからあれですね、テレビやラジオのそういうものを取り扱ったドキュメンタリー番組やニュース番組が賞を取るもんですからね、なんか自分のがその対象になるとは思ってなかったんだけれども、そういうお知らせをいただいて、ああそうか、映画もジャーナリズムなんだよね改めて、そう劇映画もね、ドキュメンタリー映画がジャーナリズムだっていうのは、みんな思ってらっしゃるかもしれないけど、非常にだからそういう意味で嬉しい、11月26日に授賞式があって、やったんですけどね、大賞は沖縄の新聞、沖縄の新聞が貧困問題を扱った、記事 で特別賞、だからね、本筋はジャーナリズムのいわゆるジャーナリズム活動、ジャーナリストに贈られるものだから、対象はそういう作品で、それ以外にも10本優秀な作品が選ばれるんだけど、それはやっぱり全部新聞とか放送関係なんですね。で、特別賞っていうのが今回は2本あって、一つは漫画で実際に貧困とかそういうことの体験をした漫画家の方が、いわゆるエッセイ漫画っていうんですよね、自分の経験を漫画にする、でそちらと私たちの その子どもたちをよろしくっていうのが、そう見ていただいた。この番組でも子どもたちよろしくのことをいろいろ話しましたけど、ここではね皆さん好意的に、ちゃんと受け止めてくださってるけどね、一般的にはねこんなの嘘だろうみたいな人たちもいるわけですよね、こんなあるわけないじゃないか、なんか大げさにこういうものを作って騒いでんじゃないのみたいなことを言われる。で少なくともそれがそうじゃない、本当にこの十数年貧困問題に取り組んできた方々から見てもこれはリアルだと、いうことがお墨付きをいただい、証明をいただいたようなもんですからね、もうこれからこういうのが大げさだとか ありえないとかいうようなことにはバシッと言い返せるというね、ことが一つ、それからもう一つはやっぱりそのドキュメンタリーでやればいいじゃないかみたいな話も言われるけれども、劇映画っていうのもやっぱり何か大事なことを伝えるっていう要素を持っているのでね、現実を伝えるっていうのは劇映画にだってやれることだしやるべきことだと
思っているので、それがこのジャーナリズムという言葉の中にカウントしていただいたっていうのはね、非常にいいことだったんですけどね。あの特にあれなんですよ、とにかく貧困場面がリアルだっていうんで、これはいわゆるあの映画では美術部っていうんですけれども、美術パートですよね。あの要するにセットとかロケの場所を作り込む、スタッフが頑張ってくれたんでリアルだって言ってもらったもんですからね、あの佐々木さんっていう美術監督にね、ぜひ授賞式来てよって言って、彼もあの和服姿で来てくれて、まあ彼は日頃からそういうね、やっぱり美術アーティストですからね。でやっぱりあの映画の中で、自殺する陽一と お父さんの川瀬陽太さんが住んでるアパートっていうのは、あれは全くの空き家を使ってやってるのでね、立て込みの時は木村も行きました。掃除から始まって、汚かったので、使えなかったのを掃除をして、作業だから要するに空き家だったわけでしょ。空き家でした、昔の社宅だったみたいです、でそれをそ、まあ、掃除はするして、まあ、きれいにするけど、そこから作り込まなきゃいけないので、その作り込むところも、まあ、見学させていただきました、それがだからすごくこうリアルにね作り込まれてるっていうんで、だから全くその美術部のおかげで、あの貧困の状況っていうのがリアルに描かれたっていうこと、それからもちろんあの役者さんたちが頑張ってくれて、そういう境遇にある人たちがどんなに心を病んでいく、心を傷つけていくかっていうことも描かれてるっていうことだったんでね、大変あの嬉しい、もう映画の賞はもらわなくてもいいやみたいな、もらわなくてってくれもしないでしょうけどね、どうしても賞を取るのは有名な俳優さんやメジャーの人なんですけどね、ついでに言っとけばっていうか言っていいのかな、でもあの12月にあの年末に発表になる日刊スポーツのね映画大賞っていうのがあるんですかね、それでこっちの主演の鎌田さんもいいとこまで行って、もうちょっと行ってたらノミネートされる、ノミネートされるとね5人がノミネートされて、その中から選ばれるわけですけど、そこへ持ってきて、そのそうそうたる有名女優さんたちが5人並ぶ6番目だったんで、ノミネートに至らなかったし、これはあの新人賞、男性の新人あの鎌田さんは堂々主演女優賞として、危うくもうちょっとノミネートできるところだったんですけどね、新人賞ではミノルの役をやった杉田ライル君が、彼あれなんですよね、子供たちをよろしくにも出てるけれども、もっとメジャーの映画で罪の声っていう今ヒットしてる、小栗旬が主演のね、映画で出てるんですよ、それはね結構子供たちをよろしくはね、そんなに大勢の人が見てるわけじゃない、1000人ぐらいしかまだ見てないけどね、罪の声は70万人ぐらいの人が見てる映画ですからね、そこで非常にグリコ森永事件に親がそれに関与したために本当に悲惨な目に遭ってしまう子供の役を演じて、でそれやっぱりあこれいいねってみんな思ってくださったらしくって、結構ねいいとこまで行ったんですけどね、まだちょっとそこの賞というとこまではいかなかったけどね、そうやって見てくださる方は見てくださってるなというようなことはあるんですが、そうは言いながらこの世の中ってやっぱり商業主義の社会ですからね、大きいところ強いところに何でも行ってしまう、だけどこの貧困ジャーナリズム大賞っていうのはまさにその貧困の問題に取り組んでる一環としていただいたんでね、これはもう本当にありがたいことだと思います、ありがとうございます。やっぱり映像の持つ力っていうのはね大きいものがありますよね、やっぱりこう、言葉を尽くしてこうなんだああなんだっていうよりも、なんか一つのそのねシーンを見せるとストンと分かるっていうね、そういう力がやっぱり映像にはあるなっていうふうに思います。
まあ、でもこれからもまたあの子どもたちよろしくは自主映画として皆さんのところでもあの見ることができるわけですから、ぜひ、そうですね、あのどんどん企画していただきたいなと思いますよ、ね、やるよっていうのはすぐご連絡いただければね、うん、いろんな形でやってるんですよね、あの私は行けなかったんですけど、一昨日あの吉祥寺の武蔵野公会堂で、はい、これは大きな武蔵野公会堂を使って、うん、あの大きな箱を使って、やる上映会があって、それはあの地元の団体の方々が、うん、企画してくれた大きな上映会、そこにはあの前川喜平さんが行って話をして、うん、あの武蔵野市の松下玲子市長も来てくださっていろいろ話をしてくださった。そういうのもあれば、うん、来週12月6日の日曜日は函館で、高校の先生がぜひやりたいっていうんで、うん、これはもう本当に20人ぐらいの、うん、函館でどうやら私も楽しみなんですけど、函館市内にその若い人たちが集まって自由にそこを使って議論していいっていう、まあ、なんていうの、空き家っていうか空き家を利用したそのハウスみたいなので、でそこでやるっていうんでね、まあ、高校生大学生も来てくれるんじゃないかっていう、まあ、これは手作りの小さなもの。それから、12月20日の日曜日にはこのあのデモクラ TV にも出てらっしゃると思うけど、元朝日新聞の山田敦さんの、はい、奥様がまた教育問題にものすごく取り組んでおられる山田ご夫妻の主催で、主催っていうか運動で浦安市で、千葉ですよね、上映会をね、はいはい、浦安で選挙出た時も浦安から出て応援に行きましたよね、はい、みんなね、そこで上映会が、これはまたこれはまあ近いですね、これは中規模の上映会だと思うんですけどね、多分ネットで少し検索すると皆さんが行かれる、そうですね、近くところで、都内はね、はい、12月22日に夜7時から、はい、高田の馬場の上映スペースで、これは大学生たちが、カタリバ大学を運営している学生、大学生たちがぜひ自分たちが上映会をやりたいっていうんでね、これはまあやっぱり50、60人入れるんじゃないかな、その時は私も行きますし、浦安も函館も私行きますけれども高田の馬場のは私だけじゃなくて、監督も、うんうんうん、来ますしですね、うんまあやっぱりどの回も見るだけじゃなくて見て見終わった後議論をしたいっていう、そうですね、それが大きいですよね、うん、なんか見て流してしまうんではなくて、そこでもう一回ね話し合える、人の話が聞ける、どういうふうに受け取ったのかっていうことを聞くってことがものすごくこう次のステップ、じゃあ何か自分たちができることないんだろうかっていうねところにつながる、そうそうそう、だから28日、一昨日はね、うん、そうだ、東京ではその武蔵野公会堂だったんだけど、大分県の高等学校の教職員組合の、うん、研修会で、これはもうリモート、皆さんが集まってみるっていう、まあ集まってみる人もいるけど、自宅でも見られるようにちょっと配信して、はいはい、で私も大分までは行けないので、オンラインで参加をして、現役の高校の先生たちとそこで議論をしたりっていうのもあるし、もう年明けもいろんなとこから上映が決まりつつありますんで、これは本当にどんな形でも上映できるように私たちも便宜を図って、普通の、まあ何度も言いますけど商業主義でやってる映画ではない、できるだけ大勢の人に見てもらいたいという趣旨でやってるんで、吉田さんもぜひ地元でお願いしますよ、はいはい、では、はい、では、はい、では本を出版されたという、あそうですね、はい、あともう一ついろいろもういろんなことやってて、もうあれなんですけれども、まあ、これはね私の本というよりは、私がむしろ、まあ、この本もプロデューサーが私みたいなもんで、前川喜平さんと私は、まあ、いろんなところで一緒になってますけれども、
これ一番注目していただきたいのはこの吉原剛さんっていうね、城南信用金庫で理事長で、はい、それで、2011年の脱原発の原発事故があったらいち早くじゃあ脱原発だっていうことを積極的に、普通はねああいう大企業金融機関がそんなことをやるっていうのははばかられるわけですけれども、いやもうそれははっきりしなきゃいけないって言った方なんですよね。でこの吉原さんが実はその前川喜平さんと麻布中学麻布高校の同級生で、一緒にラグビーをやっていたと、スクラムを一緒に組んでいたというね、なんかラグビー部は一回も勝てなかったらしいですけれども、まあああいう学校ですからね、でやってきた親友なんで、でだもんだからその前川さんが文部省を辞めていろんなことやってるうちに私も吉原さんと親しくなってしまって、まあ、この方のお話をやっぱりどうしても、つまり私たちのように公の中で仕事をしていた、霞が関で官僚として仕事をしていた人間、あるいは教育という仕事をしてきた人間と、吉原さんはもうもちろん大学出てすぐ城南信用金庫に就職して、いわゆるねあれですよ、なんだっけ今流行ってるやつだと半沢直樹みたいな、はいはい、ね形でやってきて、だってそのちょっとなんかお金儲けに走った経営者を倒して城南信用金庫はそういうとこじゃないっていうことでやった人ですからね、うん、そういう方がどういうふうに今の社会を見ているのか、教育を見ているのか、うん、だからねやっぱり今の新自由主義経済っていうのがね良くないっていうのはね、良くないっていう人は結構いますよね、はい、それは浜典子さんとか森永卓郎さんとかそういう学者の方で、この新自由主義は良くないよっていう人はいます。だけど本当の経済人でこの今の経済は間違ってるっていう人はなかなかいないのでね、うん、吉原さんのその経済人として、バンカーとして、生きてきた人生の中で公共っていうのをどう考えるのかというお話を聞きたいなと、これで吉原さんと私たちが話すと面白い話ができるんじゃないかなっていう、まあ私のプロデューサー根性で、やったんですけどね、なんか前川さんと吉原さんだけだとまた友達同士なんでやりにくいみたいなところもあるもんだから、まあ私も加わって3人で話したんですけどね、ただねこれちょっとこの本面白いのは編集作業をしたのがね、この家電社っていう小さな出版社、はい、なんですね。これも実は商業出版じゃないんですよ、うん、一応お金出しては売ってますけど、つまりこれで儲けが来るとかいう前提のものじゃないし、私たちもいわゆる印税とかギャランティーっていうの全くなくやってる、まあ子どもたちをよろしくが自主映画ならこっちは自主出版本みたいなもんですけどね、うん、編集としてずっと私たちやってくれたのが、まだ入社2年目の女性の若き編集者でね、でだから私らからすれば娘とか孫にあたるどうかすれば孫にあたるぐらいの子がそれをずっとプルトの現場をね仕切って、それで私たちの言うことにも時々口を挟んで、やっぱりどうしても私たちは昭和のおじさんだからそれはフェミニズムからするとおかしいですよみたいなことも突っ込まれたりしつつね、作っていって、まあ彼女はもちろん表には出てないですけど彼女の後書きっていうのが私は一番この自分がそれに参加してどう思ったかっていうのを最後のところで語ってくれてますけどね、そういう意味でなかなか面白い本になってますんで、でしかもねこれあれなんですよ、商業じゃないから PR も許してもらいますけどね、いつ5回3人で集まって話してんだけど、最初に話した1回目話した時はまだコロナの前だったんですね、今年の初めだったんですね、で今年の初めでまだコロナは来ないし安倍政権だというような、ところの中で、
前半はやっていって、5回のうち3回はその時期にやったんですけどね。でその後コロナでもう作業が滞ってしまって、それでコロナがまあ一応の緊急事態宣言が解けたというところで、じゃあコロナっていうのが来た中で公共とは何なのかっていうことをまた話し、そしてさらにもうそれで終わるつもりだったら、その菅政権が発足をして、それでその自助公助共助公助って言って、とにかく自助が第一だっていうふうなことを言い出したもんで、ちょっともう一回その話もやらなきゃいかんよねっていうことで5回のあれになって、この2020年の初めから菅政権誕生までずっと見てきた、つまりこの1年日本って世界もそうでしょうけど揺れ動いたわけですけどね、そこの中で公共はこれからどうなるのかっていうことをまあ問題提起しているので、多分これをご覧になっている皆さんっていうのは公共っていう問題に常に関心を持っていただいていると思うんで、まあ、ここで喋ってることが絶対だっていうことじゃないと思うんだけど、公共について考えるヒントっていうものをね、まあ、私たち3人のじいさんが70年近くそれぞれ生きてきた中で、今を見てるという本なんです。楽しみですね。楽しみですね、はい、では、はい、では、はい、今回なんですけれども、寺脇健の映画を見ようというタイトルの趣旨からはずれてしまうんですけれども、3人とも見た舞台についてお話をしたいと思います。舞台が臨光宮、拝啓天皇陛下様、前略総理大臣殿という作品です。先生はアフタートーク出演されたと思うんですけれども、以前からこの劇団についてはご存知だったでしょうか？うん、この劇団の芝居はもうこの十何年全部毎回見てます。この間お二人が見に来てくださったのは、はい、ザ・高円寺というね、はい、大きな劇場ですけどね、下北沢の鈴なりとかいう小さいところでもやってるし、さらに実はこの劇団っていうのは、下北沢からちょっと行った梅ヶ丘っていうところに劇団の本拠地があって、はいはい、その本拠地の地下にもちょっと本当に小さな、もう20人ぐらいしか入れないような劇場があって、そこでの公演にも行ってるんですね。というのがこの劇団を主催している坂手洋二さん、はいはい、まあ、坂手さんはね、もう坂手さんともだからずっとそれぐらいの付き合いがあるんだけど、坂手さんはとにかく映画が大好きで、映画をテーマにした芝居も過去にね、自分が映画少年だった頃の田舎の映画館の話みたいな芝居をやったこともあるぐらいで、まあ私はこの番組の中で前にも言ったように、その高校時代から映画表を書いてキネマ旬報に出してたりした。それで私が映画評論家になった、私の文章を読んでたのが岡山県の中学生である坂手少年で、で坂手さんは私より早熟で、もう中学生の時からキネマ旬報に映画表を投稿していたと、で私の映画表なんかもいつも読んでたっていうようなね、ご縁もあってね、でもちろん坂手さんの考え方っていうのは、まあ、この公共の考え方にしてもそうだし、それから今の政治の在り方なんていうのはこれは間違ってるっていう考え方を一貫して出してきてる、まあ、その一つのねあれとして、まあこれも彼はコロナの問題になってから執筆したんだと思いますけどね、拝啓天皇陛下様という、まあ昔の大ベストセラー小説、映画にもなった、はいはい、それを下敷きっていうか枠組みにして、今のつまりだってただの拝啓天皇陛下様じゃないよね、はい、前略、はい、前略総理大臣殿、はい、じゃあその総理大臣殿っていうのは今の安倍晋三であったり菅義偉であったりする、はい、そういう芝居だっていうことですね。はい、先ほどおっしゃられた通り、その現代を生きる財務省の官僚がこの時代の生きにくさ
宮塚への辛さを見えないみたいな、かつての手で手 で, 手で、あ、失礼しました、はい、耐えながら生きていくという物語なんですけれども、この文章のあらすじなんですけれども、財務省官僚の宗さんという人物が、作中の登場人物山田翔介さん、山翔という人が現れて、あの公文書偽造事件に巻き込まれるというお話でした。でこちらなんですけれども、うん、結構内容が複雑で、複雑ですよね、はいはい、まあ、最初に山翔さんと出会って、その後現代、それから作中の物語、それからまた現代と交互に、うん、この作中ってないですよね、あの背景、天皇陛下 様の作中に戻る、はい、の登場人物になっていくんです、まあ、だからあれだよね、ちょっと分かりやすく説明すれば、その拝啓天皇陛下様っていうのは、あ、宗田博っていう小説家が自分の体験を元に書いた、宗田さんっていうのは岡山、やっぱり坂手さんと、で坂手さんともなんか遠い隕石関係にあるみたいですけどね、で彼はあの実は戦時中はあのむしろ戦意高揚みたいな、うん、いわばその人気作家だったわけですよ。それで戦争が終わって、やっぱり反省して自分が戦争に、うん、加担したというんで、しばらくは表に出なかった、うん、で戦争が終わって、62年ですから17年後、だから15年以上経って、うん、その拝啓天皇陛下様っていうその軍隊の中で、彼は日中戦争に行ってるわけですけど、うんうん、日中戦争があっていた時代の兵士たちがどういうふうに、まあ、兵士っていうんだって公務員ですからね、うんうん、まあ、公務員ですね、うん、そうですね、だからその世界の中でみんなどう考えて、うんうん、で一応それは国のためにみんなの、つまり国民のためにやってるという意識もあるわけですから、まあ、今の公務員とつながるところがある、うんうん、だからその拝啓天皇陛下様っていうのはそういうことの中で、その軍隊という組織の中でみんながどういう思いを持ってやっていたのかっていう、うん、まさに庶民があの軍隊に行った時に、まあ、軍隊に、まあ、要するにあれですよ、軍隊に来たからご飯が食べられるっていうような兵士もいるわけですよね、うん、貧しい、うん、貧しかろうが大金持ちの子供だろうが、あの徴兵されていけば、うん、みんな同じ待遇になるわけなんで、うん、初めて白いご飯を食べたなんて兵隊はそれはもういっぱいいたわけ、うん、です。あるいはその故郷の妹が売られたとかね、うん、そんなこともあるような中で、だから拝啓天皇陛下様っていうのはその軍隊にいた方が自分は幸せだって思っちゃって、うんうん、もういいよって、除隊だよ、もう何年かやったから軍隊やめてもいいよって言った時に、いや自分はまだやりたいんですって言って、それ誰にじゃあ頼めばいいかっていうと、それは天皇陛下が一番偉いわけだから、うん、天皇陛下にお願いしようって言うんで、天皇陛下に手紙を書くと。それがまあその拝啓天皇陛下様っていうタイトルになったわけですね。書き出しが拝啓天皇陛下様って書いて、そうなって、でそれをまあもちろんその話自体も今では忘れられてる、うん、もうだって60年前のベストセラーですからね。でその後に63年に映画化されたんですね。だからすぐそのベストセラー小説だから、それは映画で、その手紙を書く兵士が、うん、渥美清が、演じてるわけですけれど、うんうん、でまあ、それがあって、でそれとにこれはまあ入れ子構造というんですけれども、二重の仕掛けになっていて、一方で今の、まあ関西財務局ということになってましたかね、うんうん、要するに、まあ、森友学園事件で、公文書の改ざんに関わらざるを得なくなってしまったために命を絶った赤木さんっていうね、官僚をモデルにした役人が出てきて、それはそれで今の時代の、まあ軍隊ではないけれどもやっぱりというようなことの中で、これが若木宗男さん、はい、現代の宗さんですよね、はい、として登場する。でそれが時代がこう行ったり来たりしながら、まあ演劇ならではの
手法ですよね。あの時代がもう時代はだから日中戦争の時代と今だったら、80年以上、うん、時代が飛んでるわけですけれど、それを今の時代の人がその小説のファンだっていう設定の中で、うん、両者が行き来するっていう、うん、まあ、そうだから、現代の若木宗男さんが、その背景天皇陛下様の読者でありファンであるというそういう設定ですよね。はい、で面白かったのはあの舞台の上にあの段差のあるねこう台のような大きななんて言うんでしょうね、あれそれがいくつも出てきて、はい、そこであの時代がね変わったり登場人物が、ふとあの昔に戻ったりっていうね、ああいうのってやっぱすごく演劇的な演劇でしかできないなっていう ね感じがしました、うん、いやもうそれはあのもう演劇ならではのね、うん、手法でその時代と空間があの自由に行ったり来たりできるということですね、うん、いや我々が見たのは東京のザ・高円寺っていうところの公演で、はい、実は明日が最後の公演になる岡山地元のね、うん、原作者の地元でもありその坂手さんの地元でもある、あとはですよねその、赤木夫妻も岡山出身っていうふうに書かれていました、書かれてましたね、はい、パンフレットの方に、はいはい、うん、だから皆さんちょっと岡山つながりというね、うん、そういうことですね、ご縁があったんですね、うんうん、だから明日の公演が、うん、とりあえず打ち止めっていうことでね、うんうん、いや実は私昨日あの岡山で、岡山の人たちが作ってるこういう番組なんだっけ、私のトーク番組を作ってくれているのが、うん、岡山で昨日収録があって、だ坂田さんも現れて、そこでね、うん、坂田さんの話も十分聞いてきましたんで、うん、まあ、今日はそういうのも含めてご紹介できると思いますけどね、はいはい、昔の唯一その劇中の背景天皇陛下様と舞台の天皇陛下様、あの内閣総理大臣との、では山椒さんだけは同一人物で、うん、あとはその宗さんという名前だけ同じですけれども立場が全く異なる人だったじゃないですか、はい、っていうのはそのそこはどうして違かったというか、なぜ、いやだから宗さんっていうのはだから元々がだから原作だと宗田博士っていう人だから、うんうんうん、まあ宗さんと呼ばれていた、はいはい、でそれが小説家になってるところの山椒が訪ねてくるところがファーストシーンだっけ、はい、それで、はいはい、始まっていく、うんうん、わけだけど、それはだからむしろ日中戦争の時とだから3つ時代が飛んでるわけですね、うんうん、日中戦争の時代、実際にそういった時代、うん、はい、それからその戦争が終わって、戦争が終わって小説家になっているところを訪ねてくる、はい、だからちょうど1960年代、はい、という時代、そして今っていうことですね、うんうん、だからなかなかちょっと難しい作りにはなっているんですけどね、そこをうまく捉えて役者さんたちがいろんな役を二役やったりしながらやってきてる。だから山椒さん、山田翔介さんっていう、はい、背景天皇陛下様に出てくる山椒さんというのは幼い頃に両親と死別して、そして、まあ、文字も、ね、読めない、だから軍隊の中で教えてもらったりするわけですよね、うんうん、はい、でさっき寺脇さんおっしゃったようにその初めて三食ねちゃんと食べれる、だからいくらしごかれても暴力振るわれても別にどうってことない人に描かれてますよね、能天気な人物として、まあ、能天気だし、それからでも私能天気であると同時にやっぱり彼がそれまで過ごしてきたその過酷な人生からするとここはもう天国のように思えた、しかもお金までもらえるっていう、お給金までもらえるっていうね、はい、うん、なんかその悲しみってのはすごく大きいなと思ったんですよね。それでだから彼にとってはその公公務員になったというか、うん、そこの、救われた思い、そこでやっとこう生きれるようになったっていうか、
で3食あって、うん、お風呂もあって入れて、そしてお給金までもらえて、そしてたまにはその遊びに行くわけですよね、はい、でそういうことが初めてできたっていうその喜びと、それから、それはあの 山椒というキャラクターで、彼はずっと現代もその軍服で出てきますよね、はい、でそれの山椒と、まあ、関わる、宗さんっていうのが、多分あの3人いると思うんですよね。その軍隊時代の岡山、第10連隊歩兵10連隊かな、そこにいた、宗さん、そしてその宗さんが、その山椒 を、まあ、映す鏡のようなね、客観の体験になる、ね、うん、そしてそれがまあ小説になる。でも小説になった時には実はあのもうあの戦争に負けて、るわけですから、あの彼の中ではその戦争を総括しているわけですよね、はい、でその2つ目の宗さんがいて、そして、3つ目の宗さんは、まあ、赤木さんと重なるように描かれて、描かれてますね、うん、から宗さんが3人いるっていうねことで、あのそういう意味では、その公共、まあ、公共って言っていいのかな、その公のところにいる、山椒、公でしかも、まあ、能天気っちゃ能天気なんだけれども、その自分のしてることに、まあ、疑いをね持たない、うん、山椒は3人いるけれど変わらない、でこの関係をねどういうふうに捉えたらいいのかなって私はちょっと思っていて、うん、でさっきあの木村さんとねこれが始まる前に話したのはでもその確かに山椒は変わらないんだけど、でもじゃ あ現代にあの山椒がいるかっていうと私はいるような気がするんですよね。つまり、だからあんまりこうねあの具体的な名前出したくないんだけども、私たちが例えば国会の答弁なんかでどうしてこの人こうやって平気で嘘つけるんだろうっていうね、のらりくらりとか、それはもう全然噛み合ってない答弁をする官僚の方っていっぱいいるわけですよ ね、 そうですね、まあ、いっぱいと思いたくない、あの田楽さんとかね、前川さんのような方が実は多いんだっていうのを思いたいんだけども、実際こう出てくる方っていうのは問いと答え合ってないよねっていうことを平気でね言う官僚がの方の姿って見ちゃうわけですよね。そうするとやっぱりそのあの山椒、ね、3食食べれて、こういう生活はもうあの天国なんだと思う、能天気っていう言葉ではやっぱり言い切れない、つまり山椒はご飯が食べれなかった、教育を受けられなかったっていうところで、あの軍隊は天国に見えたのかもしれないけれども、現代の軍隊の例えばそれがあの官僚の世界を一つそれ取り上げると そんなに出たら辛いんですかっていうね、出ることもできるんじゃないですかっていうふうに思いたくなるような方たちがいっぱいいるのかなというね。でその中で、この宗さん、若木宗男さんはそうなれなかったわけですよね。やめても生活できるってことです。あの他のだから山椒さんたちはね、はい、うん、だからその時代の中で3つ出てくる時代の中で、山椒のキャラクターは変わらないわけですよね。変わらないですね、うん、変わらない。だけども宗さんは変わっていくわけでしょ、はい、で、両方とも、まあ、あの宗さんも山さんも、まあ、その現代においてはね、お互いに公的な場所にいるわけですよね、はい、だけどもあの赤木さん、あ赤木さんじゃないや、若木さんだ、はい、若木さんは、そう能天気になれない果てに失踪するわけですよね、劇中の中で、はい、うん、そこがね、つまりあの中では、作品の中では、宗さんとそれから、山椒ってなってたけど、山椒もう今いるんじゃないかっていうね、感じがしてるんですけど、つまりそうやって、あの能天気にのらりくらりそう、つまりここを黙って上司がもね、言われたようにしていればその後自分たちの生活は安泰だし、安泰どころかあの 戦時中 の、 あの山椒さんはもっと過酷な状況にいて、そして軍隊が天国に見えた、だけども今の公的なところに、まあじゃあ官僚の世界ってちょっと言い切ってしまいましょう、そこの人たちは、
あの外に出ても生きていけるはずなんですよね、うん、でも出ない、そういう対比が出てたのかなっていうふうに私は見たんですけど、うん、まあね、その軍隊っていうのは入りたくて来てるわけではない、まあそうですね、わけなんでね、今の官僚っていうのはそれは入りたくて来てるっていう部分はある、うんうん、ただまあ、ソカテさんとしてはその現実の赤木さんっていう方が国鉄 JR の国鉄の職員だった、で、そこからその国鉄が民営化されることになって、うんうん、人員整理をしなきゃいけないということの中で、まあ、財務省に行ったわけだから、うんうん、これは当時の大蔵省に行ったわけでしょうけど、それは、まあ、むしろ割り当てられていってるようなことになってる、うんうん、そういうのはある意味、うんうん、その山椒やその軍隊の中で宗さんが召集されて、この岡山10連隊に来なさいって言って言ってることと被ってるところはあるってことですよね。被ってる、うん、確かに、うん、まあ、元官僚の寺脇さんに聞くのもなんですけども、やっぱり出ないもんでしょうかね。つまりその赤木さん、若木さんはああやって苦しんで、その自分が、公務員としてしてはいけないことを、公文書の改ざん、うん、改ざんという、ね、ことで、しかも部下にはさせられないで、自分がするんだ、背負ってしまうわけですよね。まあ、だから彼の場合はやっぱりその仕事に対する、東総は言っても軍隊と違って、そのなんで俺はここの別に軍隊の仕事がやりたくて行ってるわけじゃなくて、ただ食べられるからいいねっていうのとは違って、やっぱりその仕事をね、非常に重要な仕事を自分はやって国民のために働いてるんですという誇りがある、はいはいはい、だからそのじゃあやめちゃおうって、ただ、うんうん、ただ食うためにやってるんだったら他ので食えるんだったらそっち行くっていうのはあるでしょうけれども、うんうん、自分のその仕事の誇りっていうことの方がテーマになってしまってるからね、うんうん、ご飯が食べられるとかお風呂に入れるとかいうようなことよりも、その誇りが踏みにじられて、うんうん、しまってるっていうことの打撃なわけですよね、うんうん、まあ、だから今あれですよね、若い独身の若い官僚はどんどん辞めていってるのが言われるけどね、やっぱり今でもその家族を持ってる人たちってそうはそう簡単にこっちにっていうわけにもいかないっていうのはあるでしょうね、うんうんうん、だからその時にやっぱりそういう、まあ、公的なね、それこそ国民のためにと思って入っていった人たちをどうして支えられないんだろうかっていうね、のがやっぱり、そういう組織であってほしいっていうね、なかった時に支えられる、そうそう、まあ、だからね、これは2つの構造って言ってもその、うん、別なわけですよ、かぶってる部分もあるけど、かぶってないわけですよ、うん、だってそれは天皇陛下っていうのは戦前は大日本帝国憲法の中で天皇陛下のためにみんな行くんだっていうことになってる、うん、もう全ては天皇陛下が偉いんです、天皇陛下が戦争するって言ったから戦争してるんです、天皇陛下が軍隊に来いって言われたから行ってるんですという形の中で、あの原作はの世界はあるわけだけど、だけど今は別にそれは内閣総理大臣殿の支配じゃないのに、ないのに内閣総理大臣様の 内閣総理大臣殿のご意向でね、ご意向に沿うように動かなきゃいけないわけですからね、仮にもその大日本帝国憲法下で軍隊に行くっていうのは、うん、天皇の席士ってこう言われるわけですね、はい、つまり天皇からするとお前ら子供同様に、うんうん、お前たち大事にしてるんだよっていう枠組みになってるわけだけど、今の総理大臣がね、一人一人の末端の官僚をね、うん、自分の子供みたいなもんだなんて全然思ってないわけで、もう顎で思われたら困りますけどね、いや、顎で使ってそのもう自分のやりたいことを、うん、自分のお友達の大学を作るためにとか、自分のみたいなね、うんうん、自分の関係している業界がコロナからの打撃を逃れるために GoTo、うんうん、キャンペーンやりましょうみたいな、うんうん、あるいはカジノを作りましょうみたいな
話になってるわけだからね、うん、そこはねあんまりこう全く同じではないんだよ、うん、それは特に木村なんかはそこはよく勉強しなきゃいけないけど、はい、なのにそういうことになってなのにそうなのになんですっていう話ですよね、うん、っていうかそれはそういうその真面目な役人を支える人はいないのかっていないっていうことなんですよ、うんうん本来はそれを政治家が支えるっていうかね、うん、三権分立っていうのはそういうことなんであって、うん役人がいて政治があってそれで司法があってそこで支え合ってるから、うん、真面目にやってる人がそんな公文書偽造、うん、公文書改ざんなんていうことを命じられるはずもないのに命じられてるし、うんうんうん、そしてそのことを裁判所がこれはいかんよって言ってくれるはずなのに言わないような状態になってるっていうことなわけです、うんうんうん、そうだからその戦前というかねはものすごいその天皇を中心としたものすごいフィクションがあって、はいそれは誰もこうまあ、分かってる人は分かったんでしょうけどもやっぱりそれはフィクションだよねっていうふうに言えないぐらいのものすごい、まあ、その菊のカーテンがあったわけですよね。だけども今はねなんでっていうふうに思ってしまう。だけどもなんでって私も思うんだけども実際にじゃあ、私も組織の、ね、ずっと人間だったわけですからその時に何かね自分の生活つまり、月々入ってくるものとかそういうものを危険に、晒すぐらい抵抗できるかって言われたらねその自分の仕事のプライドとか立場のねプライドで、っていうのはすごくやっぱり怖いなっていう気がするんですよね。だからその菊の川店のフィクションではない現代においてもね何がそれをそこまで人を追い詰めてしまうんだろうか。で特に赤木さんのこの若木宗男さんの場合には、やっぱり相当神経までやられるぐらいね悩むわけですよね。その辺が何か大きなもフィクションがないわけだからなんでそういうものに人が縛られてでもちろんその自分のポストとか、ね、ポジションとかそういうもののそれイコール生活なわけですからなんかそれをもう少しこう守ることっていうのはできないのかなってちょっとやっぱり思ってしまいますよね。だからまあそれが多分寺脇さんとそれから坂出さんのねこの演劇の後のアフタートークで寺脇さんが問題はその伊藤どもでもなければそれはもちろん大きな問題なんだけども問題はその三権分立が今やっぱ揺るがされていることが一番の問題なんだっていうふうにねおっしゃってたことに結びつくのかなっていうね気がしますけど三権分立を揺るがす事態が起きているということですがではその話をじっくり次回お話を伺いたいと思います。それでは吉田さん、はい、寺脇さん本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。